はい、皆さんこんばんは、ねえねまいです。前回、いやまあこの通り、フローチャート全コンプした後に、個人ルートそれぞれ解禁しましたと。で、誰のルートから行くかは決めてない行くか、こちらお納めください、お代官様。ああ、ある意味でもそういう見方ができるかもしれないけど、俺なりのお中元ってやつ、日頃のお世話になってるお礼。そうだけどさ、他人になる前からずっとお世話になってきただろう。けどそれに対して感謝の意を示したことってなかった気がして。もちろんありがとうというか感謝の言葉くらいは伝えていた。ただ俺が幼かったこともあって、言葉以上のお礼というものをした記憶がない。親が何かしてくれてた可能性は十分にあるけど。ごめんごめん、こんな風に渡したけど正直もったいぶるほどのものでもないから遠慮なく受け取ってほしい。別にいいよ、さっきも言ったけど期待させるほど大したものでもないものじゃないしさ。そういう風に言われるとどうだろう。なんせお中元だからな、色気あるものじゃないよ。大したことじゃなくてさ、この前みんなで海に来たんだよ。前に僕たちで行った時のこと？そう、あの時俺も初めて知ったんだけど、六部でアリのお土産やってるんだだの。お土産っていうより中元みたいなだなと思った時にさ、俺がお中元送るなら誰だろうって考えて。それで私に買ってきてくれたの？もっと気軽に渡した方がいいかとも思ったんだけど、いくらノリとはいえ、やっぱ個人的に渡すところ見られるのはまずいと思ってさ。大人には気がいないだろう。あれ、なんで設定開いた？どうぞ。
さてと、じゃあ手伝いを始めようか。資料の整理でいいの？いいよ、特に予定もなかったから。夕方までずっと手伝いが必要ってわけでもなさそうだし、ここまで来といて手伝わないのもなんか申し訳ないしさ。一人で平気か？これくらいの量なら僕だけで十分だ。それよりも僕は少し離れるけど、勝手にどこかに行かないようにね。分かってるな。帰ってくるまでここで片付けをしておくよ。うん、では行ってくれ。行ってらっしゃい。リク、そっちのやつ取ってくれる？あ、はいはい、すぐに。テーブルに積まれたファイルをフミカさんに渡していく。それらを本棚にしまっていくフミカさんの動きは迷いがない。実に手慣れたものだ。なんか結構な頻度で片付けをしてる気がするんだけど、そんなに頻繁に使うものなの、こういう資料って？そりゃそうだよ。卒業後どうするのかは今後の人生を左右する大きな決断なんだから。悩みの要素たくさんいるよ。そっか、まあそういうもんか。まあそうなんだけど、いろいろあってさ。うん、ノアとアマネと、あとは小ひばりさんとかぐやとオリエ、俺含めて6人かな。ハーレムって、そんなんじゃないってマジで。というかフミカさんも誘えばよかったかな。ああそうだよな、一緒に海に行っているところ誰かに見られたら面倒なことになるだろうし。そう、年上とはいえフミカさんそこまで年が離れてるわけでもないよ。他の先生方と比べれば一番年齢が近いって見えるんだ。単純な数字で比較したら ピチピチ女子のみずみずしい肌にはかなわないんだよ、絶対に。なんかすっげえ立感こもってて怖い。そうでもないと思うけど、フミカさん可愛いし、そんな卑怯するほどの年でもないと思うし、水着とか映えそうだし、あと、いて割と普通にモテそうな気がするけど。というか俺からするとフミカさんが肌を晒すというだけで結構ドキドキすると思う。そういえば昔一度だけフミカさんの水着姿を見たような気がする。海だっけ、プールだっけ、よく覚えてないけど、当時の俺はフミカさんの水着姿にドキドキするよりも遊ぶことに集中してしまったんだけどね。フミカさんの水着姿はめったに見られるもんじゃない。もっとしっかり見ておけばよかったなんて風に思いもするけど、もしかしたら見れなかっただけなのかもしれない。キドキド見てエッチな子だと嫌われるのが怖かったから、ふとそんな風に思った。
届く？俺が変わろうか？この本結構重いし。そう言って、ふみかさんは靴を脱ぎ、椅子の上に乗る。ほら、リック、本取って。ああ、うん。なら気をつけて。ふみかさんにの手に本を渡す。白く細い指がしっかりと本を受け取るが、想像していたよりもやはり重かったのかもしれない。それだけならまだ耐えられたかもしれないが、ふみかさんは今椅子の上に乗っている。危ない、ふみかさん。おお、体に衝撃が走った。内臓の奥にまで突き抜けるような鈍痛に全く動けなくなってしまう。重い本が内臓のあたりに行ったのか。痛そう。おのずと浮き股になり、目の前がキカキカした。その場に立ってはいられず、俺はその場で膝をつく。それでも痛みは収まらない。下腹部に付きまとう圧迫感、そして何とも言えない息苦しさ、たまらない冷や汗。俺は四つん這いのまま、ただきっと下腹部の痛みにこらえ続ける。声は出なかった。それでもなんとか片手立ちを覚え、海賀さんの腕を掴んで阻止する。いい、呼ばなくていいから。そんなわけにもいかないよ。だってリック苦しそうだし、すごい汗かいてるし、動けないでしょ。もしかしたら救急車を呼んだ方が。本当に平気だから、先生も救急車も呼ばなくていいから。いや、確認はちょっと。やっぱり誰かを。違うんだ、そういうんじゃなくて、その本がぶつかっただけだから。だから、どこにぶつかったの？それは、その、あの、急所に。なんで？だから、急所、さっきの重い本が俺の股間に降ってきただけだから。いや、俺にもよくわかんない。多分応急処置とかもうないと思う。このまま耐えるしか。どうだろう、普通のうち身とかもとも違うように思うんだけど。いや、そんな必要はないというか、大丈夫だから。わからないけど。あ、うん、よろしくお願いします。お尻を突き出すようにしてる俺の腰を、文香さんが優しくトントンと叩く。あ、少しマシになってるかも。なんだろう、新たな刺激で痛みを感じる意識が分散されるんだろうか。理屈はさっぱりわからないが、とにかくこれは意味のあることらしい。体勢はとても恥ずかしいんだが、だからといって身を張れるだけの余裕もなかった。こんなもん我慢できる痛みじゃない。冗談抜きで身動きが取れない。あ、うん、だいぶ収まってきた。あれは正直まだよくわからない。今はとにかく鈍痛がひどくて。真面目な話、ちゃんと確認しておかないと。
それはそうだけど。いや、そう、待った。さすがにそれは。慌てて逃げようとしてもまだ体はまともに動かない。そのままフミカさんの手が俺の急所に伸びた。その時だ。今のは何だ？もしかして魔王の記憶？いや、でもさっき目の前にいた女性は誰だ？状況的に考えるとまさか。今のって？ふみかさん平気？それって心配させてごめん。結構落ち着いてきたから。あ、ほら、なんとか立ち上がれるくらいには。ゆっくりと俺はその場で体を起こす。無理や我慢をしてるわけじゃない。本当に少しは落ち着いてきた。それは、うん、多分大丈夫だって。まさかここで確認するわけにもいかないだろう。ああ、うん、病院は行かなくて大丈夫だと思う。ここに衝撃を加えられるとこのくらいの反応も普通だと思うし。心配はしなくていいけど、フミカさん、やっぱり高いところをしまうのは俺がやるよ。椅子だと危ないし。了解。すでに。ふみかさん？ふみかさんってば。この資料は右の棚、左の棚、どっち？それも左にお願いします。了解。腕を伸ばして言われた場所に資料を収めていく。
中には俺が片手で扱うのも辛い大きさだったり重さだったりの資料がある。こうして改めて手伝うと一人で片付けるのってマジで大変なんだろうな。俺に手伝いを求めるのも仕方ない。ん？まあ、ふみかさんと出会った頃はマジでガキだったからね。ただいま。帰りのは。ちゃんと後藤先生に渡してきたよ。お疲れ様、白雪さん。ありがとう、助かった。あとはそれをしまうだけ？ああ、うん、そうだね。ちゃっちゃとやっちゃうか。いいよ、そんなこと気にしなくても。それじゃあ俺たちは帰るか。ふみかさん？できる限りのサポート。ああ、うん、そういう、多分その心配は必要ないと思うけど、まあ、うん、何かあったら相談させてもらうよ。ふみかさんも体に気をつけて、夏バテとかさ。さっきの進路思想室で見た光景ってやっぱ前世の関係だよな。天音でも小ひばりさんでもない、かぐやや織江でもない。でも角に、頭に角が生えてた。まさかふみかさんも前世が異世界の関係者なんだろうか。ちょっとな、いろいろと考えているものの結論を出すことはできない。俺にできることのは推測だけ、いや推測ですらない。想像を巡らせることだけだ。悪いのは各家のところに寄っていいか。問題はないけど、どうかしたの？相談したいことがあるんだ。これってやっぱりふみかさんも魔王の関係者ってことなのか。その可能性が高い。いいえ、まず間違いないでしょうね。でも一応確認だけはしておくべきかしら。私が行ってきましょうか、姫様。悪いけどお願いできる？無駄足に終わるかもしれないけど問題ありません。では行ってまいります。確認って？ああ、俺が魔王の姿に戻ることはなかったし、ふみかさんも特に変化はなかった。そんな変化があれば、僕も気づいている。でも、そんなことはなかったよ。であれば、もうすっかり沈まっている可能性も高いけど、うまくいけば何かつかめるかもしれないし。それで、織江が戻ってくるのを待っている間に、話を聞かせてもらってもいいかな。何か心当たりがあるんだな。ええ、アマネやクルミと同じで、魔王アリオンとの関係を持つ魔族、リグが口にした容姿から判断する。おそらく、正気がある。正気？魔王に仕える娘の子だよ。いや、正気ってまさか。
つまりお見合いみたいなもんか。そっか、むしろ正気になれるのは権力者の関係者だけってことか。知ってるのは名前くらいなのか。今のところはね、調べればもう少し判明することもあるでしょうけど、当時に関しては正しい資料が足りてないのよ。何せ戦時中だったし、正気という制度もすでに廃止されているしね。そうなのか。フミカさんと俺が？あ、いや、違う、前世だ。あくまでフミカさんの前世と俺の前世の話だ。とりあえず今は報告を待つしかないか。気になるというか、ああ、別にみんなのことを疑ってるとか信用してないとかじゃないんだ。ただその危険って今のところはないんだろう。ふみかさんのこと四六時中張り ついてられるわけじゃない。もし急に全世界入りするようになったらふみかさんも混乱するだろう。小岩里さんも前例があるし。それはそうですね。だから万が一のことを考えるとあらかじめ説明しておいた方がいいんじゃないかと思って。そうだね、僕も
そう言われると自信がなくなってくるんだけど、ちょっと考えてみるよ。分かったわ。私たちも注意を払っておくから。ああ、悪いけどよろしく頼む。したんか。俺なんか所詮前世と割り切れてるけど、ただ何も思わないのかと聞かれると言葉に詰まってしまう。正気なんて特殊な関係を持ち出されてしまうと特に。普通に考えれば俺とフミカさんは前世でそういう関係だったんだよな。あのベッドの上でキスしたり服を脱いでそのまま俺とフミカさんと。違う。あくまで前世の話だ。前世のことと分かっているつもりなのに思わずフミカさんを裸を想像してしまった。落ち着け、もっと落ち着かないと。フミカさんはどうだろう、前世とか何も気にしないでくれるだろうか。今回のことでもしフミカさんとの中に変化があったらそれはそれで嫌だな。とはいえ秘密にしたところことが原因でフミカさんに迷惑かけるのも嫌だし、むーぐぐぐぐぐ、どうしたものか俺はひたすら頭を悩ませることになった。結局答えが出ないまま夜になってしまった。念のため説明しておくべきか、変なことを伝える必要はないか、ずっとこんなことを考えているのだが自分の中でも明確な答えが出ていない。どっちにしてもリスクはあるし、どちらもただの急に終わるかもしれない。頭の中で堂々巡りをしているけど、悩み続けたおかげか新たに気づいたこともあった。ふみかさんのことを考えるならやっぱり説明するべきだよな。俺の中でそういう意見が優勢となる。変な負担を強いるかもしれないというのは確かに気になるが、それはそれふみかさんのことを考えるの言葉じゃない。根本的には俺が怖いから。それを隠すためにその建前のような気がしてる。そうだな、重要なのは万が一の事態に備えることだ。まあ少しいいか。ふみかさんのことでちょっと相談があって、やっぱり前世について話しておくべきだと思ったんだ。そうか、わかった。リクがそう言うのなら僕はその意見を支持しよう。それで言うのが早い、それで言うなら早いのがいいと思って、ふみかさんの都合が大丈夫なら今からでも行こうと話しに行こうと思うんだ。わかった、では僕も一緒に行こう。悪いな、と言ってもフミカさんの予定次第であるけど、とりあえず電話してみるよ。それでフミカさんの方に予定がなければよろしく頼む。分かった。俺はスマホを取り出し通話ボタンを押す。こんな風にフミカさんとわざわざ通話するのはいつ以来だろう。多分ほとんど経験がない。簡単なメッセージのやり取りならともかく、ツバで話す必要ってないしな。そう思うとなんかドキドキしてくる。最近ドキドキしっぱなしだな俺。もしもし、リック？あ、フミカさん、今話せる？うん、大丈夫だよ。さすがにもう仕事も終わったから。今はちょうど家に帰る途中。それでどうしたの？ちょっとフミカさんに大事な話があるんだ。困ってるわけじゃないけど、昼間のことでちょっと。ごめん、そっちじゃない。そっちは平気。まあ、何の問題もないってわけではないんだけど。いや、それに関しては昼のこととは無関係ということで、とにかくそっちじゃない。夢のこと。多分ふみかさんも見たよね。進路指導室で変な夢。それについて話しておきたいことがあるんだ。できればこれに関して直接会って話をしたい。分かった。リック
それで今から会えるかな。早い方がいいと思うんだ。予定があるなら明日とかでも構わないけど、いや、何か予定があるなら余計に話しておきたい。ああ、そっちか。いいよ、俺がそっちの最寄り駅まで行くから。いきなり話をしたいって言ったの俺の方だし。いや、ノアも一緒、そっちの方がいいと思うから。家ってふみかさんが今暮らしてる部屋？ふみかさんが大丈夫ならそうさせてもらえると助かる。なんせ前世やら魔王やらファンタジーの単語が飛び交うことになる。聞かれたところでアニメとかの話だと思われる程度だと思うけど、やっぱり周囲が気になる。それに他の人がいない場所でなら目で見て納得してもらえることもあるだろう。人がたくさんいる場所ではちょっと話しづらい話だから。身構えが必要なことではないよ。ただ、ごめん、やっぱうまく説明できないや。とにかくそっちに行くから、話は会ってから